こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ちょっとね、昨日なんですけど、まあ夜ね、ちょっとね、トラブルっていうかイレギュラーなことがね発生しまして、それでね、ちょっと自分がね対応することになりまして、ちょっとね、往復2時間のね、まあ道のり、まあ片道1時間かかるような、そんな道のりをね、自分が夜、まあ本当ね9時前にね行かなきゃならなくなったっていうようなね、そんな状況になりまして、まあね、もうその時にはね、まあ早くそれをね対応しなきゃならないということで、もう僕はすぐね、あ、じゃあ自分が行きますっていう感じで自分がねちょっと対応したんですが、まあ昔のね自分だったら多分なんですけど、あの、なんで俺が行かなきゃならないんだよみたいなね、そんな感じにねなったりとか、まあもうね、それに一切タッチしない、逃げるような感じでね、まあどっかにねこうスッと消えて、あの、自分にね、あの、その火の粉が降りかからないようにみたいな、そんなことをね多分したと思うんですけど、昨日はね、なぜかっていうかね、もう自分しかねいないっていう風にね、それをやるのは自分しかいないっていう風にね、もう責任感とかそういったものがねありましたので、まあすぐね、まあ今ね、ガソリン代もかかって往復2時間の道のりはね、ガソリン代もかかるし、まあなね、あの、いろいろこう、まあ、夜もねもう9時前っていうことで遅くて、まあ、家帰るともう11時になっちゃうようなね、そんなね状況だったんですけども、自分がね率先して、まあ、自分がやろうっていうふうにね思えたっていうのは、やっぱりすごくね、自分自身がね成長してるっていうようなね、そんなことをねすごく感じました。それでね、まあ昨日ね、たまたまなんですけど、たまたまっていうかね、まあ毎週月曜日にね勉強会、自分が今参加してる、まあ、ビジネスのね勉強会っていうのがあったんですが、まあそれもね、昨日ちょっとね自分の仕事が9時過ぎてしまうって、まあ9時からねズームがのね勉強会が開始だったんですけど、9時過ぎてしまって何時にね終わるかわからないっていう、そんな状況だったんですけど、まあなのでね、参加をね見送ろうと思ってたんですけど、まあそれね道中、声だけね聞きながら、自分はね喋ったりとか、まあほとんど、まあ、一切しないで、まあみんなのねそういう勉強会の話をね聞いて、それでまあそのね往復2時間、まあその勉強会自体は2時間も寝なかったんですけど、まあその間ね、まあ運転中にちょっとね聞くことができて、本当に有意義なね時間をね、あの、使えたっていうことで、本当にね、まあ自分がねそうやって、まあそれね行くって、自分が行きますって決めて、それでねその時間、そのね勉強会にも参加できて、本当にね有意義な、ね、時間を過ごせたっていうことで、自分にはね本当に良かったなっていうふうにね、まあ、昔だったらね本当にね、なんで自分が行かなきゃならないみたいになったと思うんですけど、なんかすごくね、有意義な時間を過ごしてよかったななんて、そんな風にね思えた、そんなねことなんですけど、やっぱりねそういったのっていうのは、結局はねもう起きてしまったことはね、まあしょうがない、まあそのねイレギュラー起こしたのはね自分ではないし、まあそれを起こしたものっていうのはもうね、今記者、まあ帰ってしまってるんで、まあそこからねこう急ぎだったので、そこからねまた来て やれようなんて、そんなこともね言えないし、自分がね、行けばね済むっていう、まあその捉え方なんですよね。何でもねそうやってね、いい方に自分のねとってね、いい方にね捉えるようなね、そんなね風にねどんどん変わっていったなぁなんて思います。まあよく斉藤ひとるさんのね話でも、まあどんなことが起きてもねついてるって言えばいいんだよっていうことなんですけど、昨日のねこともね、自分はねそうやってズームにも参加できたし、まあ本当にね、まあそれでね、そのトラブルも自分が行くことによって、まあまあ丸く収まったし、本当にね良かったな、ついてるななんて、そんなことをね思える、やっぱりそういった捉え方、まあ例えばなんですけど、まあこうね運転中に事故をしてしまったっていうかね、もしもらい事故をしてしまって、まあ相手がね逃げてしまった、まあ手逃げですよね、そういったことが起こったら、皆さん、まあ相手をねすごくね、まあそれをね、まあ逃げたら犯罪ですんであれなんですけど、それはねそれで、まあこう反省してもらうところとかねあると思うんですけど、もしね自分が考えた時に、まあ事故してね修理代、まあ、相手逃げられちゃったから修理代がね30万かかるって言ったらね、あちゃーってね思うのか、あでもねこの事故にあったけど、ちょっとね間違えばね、もしかしたら死んでたかもしれないなんて、そんな風に思って命あっただけでもよかったなーなんて、そんな風に思えるか、まあなかなかねそういう風にね思えるかどうかっていうのはね、まあ人によって違うと思うんですけど、
まあ、そうやってね、まあ、捉え方によって本当に、まあ、その先の、ね、人生っていうのがねすごくね変わるんじゃないかななんて思います。まあ、楽しかったことっていうのはね、まあ、結局はね、まあ、将来思い出に変わって、まあ、楽しかったなっていうそういった思い出に変わるんですけど、そういったね嫌なこととかね失敗とかねいろんな、まあ、自分にとってね嫌だったなとかそういう風にね思ったことっていうのはねやっぱりね後々ねそれがね、まあ、捉え方によってなんですけど、それをね自分のね、まあ、財産になるんだっていう風にね、そんな風に捉えることによって本当にね財産に変わって、それでがね運がどん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 上がっていく、そんなね要因になるんじゃないかななんて思います。そのねことをねいつまでもいつまでもねち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 ねこう悪くとって、まあ根に持ってみたいな、そんな風にねしていると、まあ、それっていうのはね財産になるどころか負債になってしまって、結局ねその負債が自分のね運とか信用とかそういったものをねどん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 下げていって、まあいい人生になるところ、まあ、捉え方によっていい人生になるけど、そういうね捉え方してると人生ってねどん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 悪くなっていってしまうんじゃないかななんて、そんな風に思います。もしね過去のねあの時はなんて言ってね、まだねこう、まあ、腹渡に逃げ繰り返るようなねそんなねことがあったとしたら、それはね自分もね起きてしまってることはしょうがない。まあそれをね自分がどう捉えるかっていうことをね、まあ、一度ね見直して、まあそれはね許すっていうことも本当にね大事ですし、まず自分にとってねそういう経験があって、それでね財産にもなったっていう風なね、そんなね捉え方をすることによって運ってねどん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 上がるなーなんて、そんな風にね思いました。まあ、自分のね起きてしまったことに対する捉え方、それによって人生って本当に大きく変わって、自分もね今昨日ねそういったことがあったことによって自分もねそれにねまた新たにね気づくことができたっていう、そんなことで自分はね本当に今ね成長真っ只中っていうかね成長どんどんしてるなって、そんな風にね思える、あの昨日のね出来事でした。はい、ではね今日の話、まあ自分の捉え方によって、まあ、今後のね人生、まあ、負債にもなり得るし、まあ、財産にもなり得る、まあ、その捉え方によって全然ね違うっていう、そんな話をしました。はい、では今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。タケちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。